ちゃんともチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はバンズの子供用のスニーカーの経年変化になります。よろしくお願いします。購入してから3ヶ月少し経ちました。それでは経年変化を見ていきましょう。 こっちがですね、バンズのリッパーになります。こっちがスパーブになりますね。それでは見ていきましょうか。サイドはね、そんなに、そんなに変わりはないけども、かかとがすり減ってきてますね。で隙間がね、 出てきてますね、隙間が。ああ、ここ。ここすごいっす、先。まあ、オールドスクールとリッパーの作りはよく似てるんですけど、やっぱりこういう隙間がね、結構出てきますね、3ヶ月も経ってくれば。まあ、しょうがないですね。 靴のね、表面はね、そんなにダメージはないですね。ここに隙間が出てくることもないですけど、やっぱり裏ですね、裏。こういうところの裏がね、隙間が出てきますね。次、反対側。反対側もかかとがすり減ってきて、隙間が出てきてますね。 めくれつつありますね。いやー、3ヶ月超えたら、やっぱり、ちょっと、いろんなところダメージが出てきてますね。それではスパーブ。こちら。 スパーブもサイド。サイドは問題ないですけど、やっぱりかかとがやっぱり減ってきますよね。でも、やっぱり作りが違う部分もあるんですけど、やっぱりスパーブの方がちょっと状態はましですかね。スパーブ、なかなか。 耐久性いいと思いますよ。3ヶ月超えてこの状態。なかなかいいと思いますね。表面もそんなにダメージはありませんね。骨のこの中もそんなに大丈夫ですね。それでは反対側。反対側もそこまでは こちらも変わりないですね。靴の裏、靴の裏、あここはまあ歩き方に問題があるんかなと思うんですけど、ここに、かかとにちょっとダメージが出てきてますね。そろそろ、そろそろ、買い替えですね、これは。 まあ今までリッパースパーブ追っかけて見てきてますけど、やっぱりスパーブの方がちょっと丈夫なような気がしますね。またね、ちょっと、えー、今3ヶ月超えたところなんで、これの一月前、その二月前、また動画の概要欄にね、添付しておきます。 まあ本当にね、子供の靴ってね、どれが丈夫なのかっていうのはね、やっぱりこういう風に追っかけてみないとね、やっぱ分からないところが多いんで、僕もこうやって追っかけてみて気づくことが多かったので、また新しいね、靴購入するときはね、また動画アップさせていただきます。またね、そこで比較もしていければなと。 考えております。本日はこの辺で動画終了させていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。またコメント、高評価、グッドボタン、ご登録もよろしくお願いいたします。失礼します。